皆さん、こんにちは。健康海賊団の院長です。こんにちは、トレーナーです。はい、さてじゃあ本日は、はい、今日なんですけど、はい、今日はまあ僕からの企画というか提案なんですけど、これから先、日本でビジョントレーニングが流行ってくる、そのスポーツの世界、日常生活の中で必要になってくるのもやっぱり近いかなとは感じてまして、そんな中で皆さん病院行かれる時とかに、口コミ、病院もやっぱり口コミでこのお医者さんがいいよとか、このお医者さんこの手術だったりこの治療得意だよっていうのがあるように、ビジョントレーナーもこういいトレーナーさん、悪いトレーナーさんを、はいはい、こう選ぶべきトレーナーさんっていうのの選び方っていうのを、大事ですね、はい、もうこの段階で、僕の見解ですけど、はい、こういうトレーナーさんはおすすめできるよとか、こういうトレーナーさんはまあやめといた方がいいんじゃないかということをですね、はい、ちょっと話していこうかなというふうに思っておりまして、はいはい、トレーナーさんの選び方ですね。ああ、いいですね、いいですね、はい、確かに見てくださった方たちもね、やっぱ何を基準にして選べばいいか分からない、そうですね、僕がトレーナーとしての観点からトレーナーの選び方をやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ではトレーナー、はい、これからまず日本でそのビジョントレーニングが、はい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 、普及してって、はい、こうビジョントレーナーが多く出てくる、はい、その理由は、理由はまあ簡単なんですけど、はい、最近その科学の進歩っていうことで、はい、トレーニングの質がかなり上がってる、はい、その中で、いろんな各スポーツの競技のスピード、はい、ボールのスピードであったり、はいはいはい、選手の動くスピードであったり、そういうものがものすごく上がってきてて、若干体のトレーニングっていうのが、はい、皆さん平等にこう科学の力を借りて、はい、かなりハイレベルなところまでトレーニングが今もう進んできてて、はい、そんな中でまだこう可能性が大きく残されてるものっていうのが目のトレーニングなんですよ。あー、なるほど、はい、簡単に言えば伸びしろがものすごくあるっていうのが目のトレーニングで、でアスリートに対しての目のトレーニングもそうなんですけど、一般の方々、やっぱこのデジタル社会って言われる中で、携帯、スマホ、そういうところから目を守る、はいはいはい、うまく目を使って目を、大切に長く付き合っていく上でもうビジョントレーナーっていうのは目の筋肉の部分、使い方の部分で大きく、これから発展していくのではないかなと。ああ、なるほど。それがまあこう多くなっていく理由。そうですね。でちなみにそのまあわからない方も多いんですけど、ビジョントレーニングをするに上、するにあたってのこう、はいはいはい、メリット、はいはいはい、デメリット、はいはいはい。メリットデメリットは、はい、まず、一般の方から、説明させてもらうと、やっぱり自分の目を長く健康に使える、はいはい、で目も筋肉で動いてますから、その筋肉を鍛えることでよりよく、まあ、視力を落とさないであったり。はい、視野の確保であったり、日常生活でものすごくこうプラスになることが多い、はいはいはい、で必ず目は、いろんなことの情報は目から取り入れてますんで、そこで、私には関係ないよっていうことじゃなくて、はい、目から情報を取り入れる、で一生涯目を大切にするっていうところでビジョントレーニング、目のトレーニングはプラスになるかなと思ってまして、はいはい、アスリートに関しては、はい、やっぱりこれからどんどんまだプレスピードがかなり上がっていくのかなと思ってまして、そのプレスピード、速いプレスピードに追いつくためには、やっぱりまず目で速いものを追いかけて、しっかりした情報処理をしないと、次のプレーには追いつかない。そんな中で、やっぱり筋トレにも、筋力的なトレーニングにも、最近はちょっと限界というか、筋力的な限界が来てるのか、その現代の科学が進んでいるトレーニングに人間の体が追いつかなくなってきてるのか、そこはまだはっきりは言えないんですけど、ただまだ目の場合はものすごくチャンスがある、選手を伸ばす可能性を秘めてるので、はいはい、もちろん取り組んでほしい一つのことになりますので、僕たちはビジョントレーニングをもう堂々と押し出していきたいと思ってます。はい、あ、いいですね、はい、デメリットに関しては何かあるんですか？デメリットに関してはやっぱりビジョントレーニングっていうのは目の中の筋肉であったり、人それぞれ目の使い方っていうことであるので、実感が得られにくい、はいはいはい、例えば筋力トレーニング、ベンチプレスだったり、腕のアームカールだったりをすることによって筋肉がこう大きくなったり、
日常的にこうパワーの出力が上がったなっていう風に感じることは多いかなとは思うんですけど、目に関してはそんなにこう目の筋肉めちゃめちゃついたねって周りから言われることがないので、なるほど、こう取り組むことが表面化として実感できにくいかなっていうのはビジョントレーニングの、まあその取り組む第一歩としてのもう目に見える成果が出にくいっていうのが、まあデメリットなのかなと、僕たちも進める上で難しい点、ここの筋肉強くなってますよとか、ここの筋肉もう見ただけでもういいですねっていうのがやっぱ分からないので、そこはちょっとあの初めの一歩としてはハードルが高いのかなと思ってますね。はい、じゃそういう時にやっぱ大事になってくるのが、まあ、トレーナー選びじゃないですけど、はい、もうすごくやっぱりいいトレーナーさんを自分にとってですね、その例えば、僕を例えに話させていただくと、僕と全員の方が合うわけではないので、僕のそのバックグラウンド、僕のビジョントレーニングのバックグラウンドはあくまでもアスリートっていうこともありますし、ただその中で、一般の方にもしっかり自分が勉強して、普及させていく、一般の方にも当てはまるようにしていくっていうのは、僕たちが仕事というか、プロとして、プロとしてやっていかないといけないことなので、そこは、トレーナー選びの中でも、もちろんいろんなトレーナーさんに会って、いろんなトレーナーさんに目を見てもらって決めるっていうのがいいと思うんですけど、選ぶのにあたって、まあなんかこう気をつけた方がいいっていうんですかね、こういうトレーナーさんのなんかここを見た方がいいみたいなあれば、ぜひ教えていただければ。はい、院長は、柔道整復師の国家資格を持ってますよね。はいはい、で、それは、専門学校に通って、専門的な知識を身につけて、なおかつ国家試験、国が定めたものをクリアして、だから、知識は持ってますよという、国からのこう保証、証明じゃないですけど、それがあるので、教科書がある程度あって、正解、国が定めている正解があるんですけど、現状ビジョントレーナーの場合は、正解がないというか、ある程度じゃあ目を勉強して、私ビジョントレーナーですよっていうふうに手を挙げれば、ビジョントレーナーとして活動ができるっていうのが現状だからこそ、こう言い方は悪いんですけど、インチキな人が増えてもおかしくはない状況、確かに、はいはいはい、普及で、でなんで僕がこんなこう、まあ、言葉が悪いって言ったらあれですけど、こうインチキとかっていうその強い言葉を使うのかっていうのは、目に関してはやっぱり繊細なものであるので、壊すも伸ばすもトレーナーさん次第、壊すも伸ばすもトレーナーさん次第、ああなるほどね、っていうちょっとギリギリな側面じゃないですけど、あまり知識を得てない人間が、患者さんというかお客さんにサービスを提供する、目のトレーニングを提供することによって目のバランスが崩れる、で目のバランスが崩れることによって体のバランスが崩れる、そういったデメリットもやっぱり発生するので、今自分たちが早めにビジョントレーニングを取り入れたといったら、なんか鷹をくくってるじゃないですけど、そういう形ではありますけど、はいはい、早め早めにこう発信してる中で、今だからこそ皆さんに先に伝えれる、こういうビジョントレーナーをやめてくださいっていうのを、まず一番その国家資格、はい、証明がない分、はい、お客様自身がビジョントレーナーの人とよく話してほしいっていうのが、僕からのおすすめであって、でそれで、よく話す際に聞いてほしいことが何点かあって、そのビジョントレーナーさんがどこでどういうビジョントレーニングを勉強してたのか、はあなるほど、はい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 、教科書がない分、ああなるほど、どこでどのように学んだかっていうのは大事ですね。そうですね。それがじゃあ果たして独学なもので、はい、まあ証明というか研究であったり実績がないものであれば、もしかしたらバランスが崩れてしまうものである可能性もある。で、もちろん素晴らしい方もたくさんいて、はいはい、独自のその研究であったり、そういったものからビジョントレーニングっていうものを導いてる方もいると思うので、そんな中でやっぱり、でもそれはもう本当によく話さないとわからない、はいはい、情報発信をよく見ないとわからないので、そこは気をつけてほしいなと、もう一つ大変重要になるのが、ビジョントレーニング、
僕たちが言うのもあれですけど、はい、あのダメなことばっかり言って、じゃあ果たしてあなたはいいトレーナーさんなんですかっていうふうに聞かれた時に、僕もまだ正直万全ではないと言いますか、うんうんうん、ビジョントレーニング自体発展途上の、ああ、まだね、今現段階でもあって、もちろん目に関してはわからないことも多いところではあるので、そのトレーナーさんがどこでどうやって新しい情報を得てるのか、うんうん、もう1分1秒って言ったら大げさかもしれないんですけど、うんうん、ものすごく速いスピードで、科学であったり、うんうん、テクニックであったりというのが変わっていくので、うんうん、そのトレーナーさんがどこで新しい情報を仕入れてるのか、はいはい、どこで、勉強を行って日本に展開してるのかっていうのは、はいはい、お客さん、トレーナーさんを選ぶときにものすごく気をつけてほしいなとは、うん、もう目に関しては柔軟性がない方っていうのは僕はあまり信用しないでいただきたい。あ、なるほど、うん、僕たちもやっぱり常にお客さんであったりアスリートであったりの目を見ながら勉強してる、うんうん、でお客さんの目も進化しますので、そこをこう固まった視点で考えてしまうトレーナーさんっていうのは置いていかれてるトレーナーさんなのかなと、うん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 、決まったものがない以上、うんうん、やっぱこっちも常に柔軟に対応していかないといけないっていうので、はいはいはい、ダメとは言わないです、うんうんうん、ダメとは言わないですけど、あくまでもこう情報のアップデートがしっかりできるトレーナーさんを選んでほしいなっていうふうには思いますね、うんうん、と簡単にはなりましたけど、こう要点をまとめさせてもらうと、はいはい、ビジョントレーナーさんの、知識の得てる、はい、情報先、うん、どうやって勉強したかっていうのが、うん、まず1点がものすごく大切なのかなと、はい、その先生がどういうふうに勉強をして、うん、どういうふうな考えでお客さんに対してそれを提供しているかっていうのを、聞くのがものすごく大切で、2つ目が、情報のアップデートをしているか、うん、でその情報のアップデートの先がですね、はい、例えばどこなのかっていうのを明確に聞いてもいいです、はい、でそれを教えてくれなかったらもう信用しない。ああ、なるほどね、うん、そこがもう一個の判断基準として、はい、だから先生、トレーナーの先生は、どこからビジョントレーニングの情報をアップデートしてますかと聞いてください。であれば教えてくれると思うので、僕自身はアメリカにあるビジョントレーニングの施設、眼科医が開いているビジョントレーニングの施設と情報の交換をし合って、僕たちはまあ、驚いてるって言ってあれですけど、うんうん、アメリカで見切れてなかった高齢者、はいはいはい、今でうちで言ったらマックスが80歳ですかそうですね、80代の方のビジョントレーニングをしてるっていう風にアメリカに伝えたら、はい、嘘だろと待ってくれと、もうそれは俺が見に行きたいぐらいだよっていう、そのトップのビジョントレーナーに言われるぐらいで、うんうん、情報交換、もちろんこっちはそのアスリートじゃない一般の方の方をメインというか、うん、多く今見てるので、うん、その情報交換であったりで、またより良いものが生まれるかなと、はいはい、うん、相乗効果じゃないですけど、より幅の広い人たちを見て生まれるっていう中で、うん、で僕自身もアメリカで今現在行われているビジョントレーニングの情報であったり、はいはい、データであったりをものすごく、頻繁にアップデートを送ってもらえてるので、うん、そこで勉強をさせてもらいながら、うん、より良いものをお客さんに選択して渡すっていうのが僕のこうビジョントレーニングのざっくりした大元、はいはい、そういうのが分かるトレーナーさんをぜひ選んでくださいっていうのがこっちからの、まあ、お願いになりますかね、はい、今回、まあ、動画の最後にはなりますけど、じゃあこういうトレーナーさんどうですかとか、もし質問ですね、こういう選び方どうですか、こういうこと言われたんですけどっていうのがあれば、はい、でむしろそれが疑問に思ってることがあれば、僕が全て正解をできるわけではないんですけど、一緒に解決できることがあればやっていきたいと思うので、お気軽に、うん、質問とコメントがあれば、はい、じゃあトレーナー本日ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。